い。ちょっとひげ剃んないとやばいな。この間ストリクトカール、まあ、2月の前半に出たんですけど、まあ、ちょっとあの広田ボディービルチャンネルっていう YouTube チャンネルがありまして、そのチャンネルで、まあ、ストリクトカール動画と、まあ、過去のボディービルの、まあ、成績みたいなのが VTR で、まあ、紹介 してくれていて、まあ、本当に感謝を申し上げます。あの2022年はね、結構まあ雑誌とかネット記事に取り上げてもらえることが多かったんです、2022年はね。でもね、2022年よりもさらに結果を出した2023年に関しては、まあ、やっぱりそうだな、月刊ボディービルディングのまあ表紙にまあ載ったぐらいで、うん、まあ、やっぱり世界大会とか日本の大会とかも一番良くて準優勝で、まあ、最後ねゴールドジムジャパンカップで優勝と、まあ、クラシックフィジークですけども、2022年で一番取り上げられたこう年よりかは2023年の方が、まあ、結果自体は出してるんですけど、まあ、やっぱりおそらく見てる人たちに響くものがなかったんじゃないかなと思って、まあ、その中で、まあ、広田ボディービルチャンネルが私の名前を、出してね、ああいうふうに、自分のこう実績っていうのをご紹介していただいたことに嬉しく思っております。はい、いろいろ誤解を招いちゃうといけないんですけど、まあ本当に、まあ、広田ボディービルチャンネルだけではなくてね、まあ、応援してくれてる方々にはお礼を申し上げます。2024年ね、まあ初っ端から飛ばしていくんで、2023年と同様、まあバッチバチにいくんでね、ちょっとねそこもなるべくなら本当結果を出したいですね。本当に優勝2位とかね、もう2位以下だとねやっぱり、うん、微妙ですね。はい、やっぱり優勝しないと意味がない、うん、そんな感じですね。そんな感じです。